はい、ガリカラマッチを目指している達也です。ご視聴ありがとうございます。今日はこの本、見えねえかな、えー。スポーツ栄養学っていうテラダシンかな、テラダ先生が書かれたこの本の中に、えー、寿命期まで食事制限をした猿の実験に関する論文がま紹介されてて、まあ、ブログ的に。 でえー、とあすごい面白い研究だなと思って実際にその論文見てみてで英語でむずいと思って誰か日本語に全部翻訳してる人いないかなと思って見てそんな人はいなくて Google 翻訳とかを駆使しながらいろいろ読んだ結果ですねこれは、えー、と今、えー、ガ,リを目ざガ,ガリを目指すじゃないマッチョを目指している人。 自分のチャンネル登録者2,400人ちょっとの方っていうのは多分その今痩せてて自分と同じように痩せててマッチョを目指している人だと思うんでそういう人が大多数だと思うんでこれは紹介しといた方がいいんじゃないかなと思って、えー、動画にします。えっと結論から言うと食べ過ぎると優位な老化と抜け毛血質の低下肌のたるみが起きて、えー、寿命通り死ぬと。で食事制限をすると えー、高寿命で毛並みが良くて健康的だったと。でその寿命最大の寿命この研究実は2007、えー、年だったかなに始まってるんですけどまだ続いてて今んとこ、えー、これアカゲザルっていう猿ルなんですけど、えー、平均寿命が27.6歳で今一番長生きしてるのがもちろん制限あり制限あり。 カロリー制限ありの方ででで今40歳まで生きてるそうですだから、まあ、単純に人間には置き換えれないというのはもちろん分かってますけど大体いい日本人の平均寿命、まあ、今年生まれた人の平均寿命が確か80歳でしょだから、えーっとまあ、その80歳の人が、まあ、平均だから、まあ、いろんな人が混じってると考えるから思い通りには計算がやっぱできないけど。 1.4倍80歳から1.4倍寿命が伸びたら100歳ぐらいになるじゃないですかなんかだいたいやっぱ健康を気をつけてる人って100歳ぐらいまで生きるイメージあるからやっぱ人間にも聞かれるんじゃないかななんて思ってですねでまあちょっと動画にしてみましたえっと今日は2本あの自分が一応理解してるところで2本の論文をちょっと概要を説明します全てをやっぱり動画で説明するっていうのは無理があるんで 気になる人はやっぱり読むしかないです、自分で。英語ができないから読めないっていうのは、自分でもやってみて思いましたけど、全然言い訳にならない。もう、Google 翻訳で3ステップぐらいで全部日本語になるから、これはもうやっぱ読むしかないんですけど、その中でもここだけを紹介しておこうっていう部分を、ちょっと2個の論文から2つで紹介したいと思います。まこれですね。ネズミを使った実験で、ネズミを えっとまあ、概要欄にリンク貼っとくんで気になる人は読んでみてください。えっと、これを下までスクロールするとこういうグラフが出てきてネズミを4つの群に分けますと。でこれ何のグラフかっていうとちょっと赤で。あれここか。え数 Y 軸側がサバイバル生存確率を表していてで4つの軍がそれぞれ何日で全て死亡したかが分かるそういう相関関係が分かるグラフになっていますで4つの軍ので何かっていうと、まあ、ABCD とグループが分けられてるんですけども A が食事は自由好きなようにとっていい。 ただし、えー、運動。なんかこのハムスター飼ったことある人だったらわかると思うんですけど、こう、ゲージの中にこう、炎上になってて、こう、ぐる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 回って、ずっとこう、ランニングができるようになってるやつ。あれが、まあ、用意されて、それで、その軍と、B 軍は、えー、あ、A 軍、ちょっと丸つけようか。A 軍が、えー、これね。これ。これが A 軍ね。で、B 軍が、 同じ食事なんだけどえ運動はしなかったよっていう群ねその中で一生を過ごすっていう群でまず A と B で面白いことが言えるんだけれども、えー、まあなんとなく食事だけなんか好きなだけ食って食っちゃねしてるようなやつが長生きはできないだろうなっていうのはなんとなくこう直感的にわかるじゃないですか。 なんか人間でもねあの金曜だからっつって飲み行って3軒ぐらい飲み行って最後キャバクラ行ってで最後ラーメンで閉めてで家帰って玄関あらへんで寝てるとはなんかまあそんなやつが長生きしてるとはなんかこう考えづらいっていうのはなんとなく分かりますよねだけど同じように金曜日に飲み行ってキャバクラ行ってで最後ラーメンで閉めて玄関で寝ても翌朝土曜日こう「おやべえこのままじゃ早く死ぬかも」なんつってジムに行った人はこうなんか長生きしてそうじゃないですか。 だからこうあなんか人間と似てるみたいな,なんかそんな風に捉えてもいいのかなっていうのは分かるんですよ。この A と B に関してはなんとなく人間にも同じことが言えそうだなって言って分かるんですけどこの実験の面白いのはやっぱ C と D で、えー、C はカロリー制この摂取制限っていうのは言葉に注意が必要で摂取制限っていうのはカロリーを制限していて必要な必須アミノ酸は全部与えられてます。むししろ補強されてるただし えそのエネルギーになる分は制限されてますエネルギーになる分って何かって言えば人間で言えばその穀物とかあの脂質とかあまあまあ炭水化物と脂質とかですで炭水化物って何かって言ったら穀物ですよね穀物っていうのは、まあ、一応説明すればご飯パンパスタうどんそばラーメンとかそういうやつそういう血液に入ったらブドウ糖でしかないやつ砂糖でしかないやつのことね そういういのを制限した。ところ、えー、なんとプラス運動したところ、えー、なんと C ってどっちだ C はえー、っとこれですね寿命が伸びたと接種制限と運動でマウスの寿命は最大化されたっていうねこのこっからここに伸びたってことですからこれはすごいなと。 ななんとなく子どもの頃から人間ってなんか食べない,いっぱい食べないと大きくなれないわよとか,なんか親に言われて育つイメージが多いけれども実際のところはやっぱりカロリー取りすぎてよくないんだなとなんかそういえば、ね、CM とかでもカロリーオフとか言ってるけどあれって意外と正しいんだなみたいなそれが分かるのが C、まあ、これはネズミですけれど、ね、ネズミも人間も似たような感じなのかなっていうのが分かる実験です。 でこのネズミに関してさらに一番面白いのはやっぱ D でこの「接種制限だけしたと」と C と同じ食生活をして運動する機会を与えられなかったネズミが C とほぼ同じ寿命を叩き出したっていうことなんですよね。これ結構興味深くないですか あのそうなった理由はなんと未だに議論されてて結論が出てないっていう <laughs> まあまあ統計学なんでそう,そういうもんなんでしょうけど未だになんで運動しないでただカロリーだけ抑えてた軍がしっかり運動して食事管理もしてるやつらと同じ寿命になるのかっていうのはさっぱり分かってないっていうまあいろんなことを言う学者さんがいてどれも信も信憑性があるしどれもそうかなみたいな感じで僕がいろんな人のその何んだっけな健康長寿みたいな東大の 名誉教授が書かれたたブログみたいなこの論文を略した一部略した人のブログ見てもうんまあまあそのあやっぱりあのあめちゃめちゃ頭いいなとあ自分ははるかに及ばんと <laughs> まあまあで、まあえー、すごい参考にはなるんだけれども、まあ、果たしてそうかなみたいな感じでやっぱり結論自体は出ないんですよねこう統計学っていうのはただそれを示すっていうのは、うん、すごくありがたいことなんですけれども。 まあでもやっぱり同じようになんか人間でも男性より女性の方が今寿命長いじゃないですかその理由をちょっとこうまあまあこの本読んで、えー、まあ考えるきっかけになったわけなんですけど自分なりにやっぱ考察してみても男性より女性の方が食事に気をつけてるしなんかカロリー抑えようとしてるしそれでなんか運動も、まあ、運動っていうかそうヨガとかなんかそういうの好きじゃないですかホットヨガとかなんか。 だからかなみたいな。だから女性の方が男性よりも寿命長いのかなみたいな、うん。なんかこう、やっぱり人間って似てる部分があるのかなっていうのがちょっと面白いと思って。で、まあ、僕が言いたい結論はちょっと最後までちょっとおきますけども、えっと、次。あ、これそうだった。つけてたね。はい。C と D に注目しましょうっていうことね。 で、えー、さっきの論文の話は終わりで、次はあのサムネにもした猿の実験です。えっと、同じように、えっと、ここですね、これ、グ、ま、グ、あ、ってもらえば出ますし、概要欄にリンク貼っとくんで、えー、っとちょっと俺の翻訳がおかしいんじゃないかと思う人は、えー、原文読んでみてください。本当に、本当に。おしてるのは、もう本当にあ、ここだけは知っといてもいいんじゃないですかっていう部分なんで。 でこのサルの実験はさっきのネズミの実験ととはちょっとだけ精度が落ちててこれもまたい、ね、まだに議論になってるんですけどもなってるらしいんですけど今回も同じようにカロリーが制限されたネズミサルの群と、えー、自由に食べていいっていうサルの群に分けられました。今回は2パターンに分けられてて グラフは一緒ですで今回はネズミみたいにそのさっき1200日とかじゃ死なないんでこれは年です10年15年20年生きたって意味ですで Y 軸は一緒サバイバル生存率ね最初は実験開始当初だから100%みんな生きてるでどんどんその生存率は、まあ、年数を追うごとに下がっていくっていうグラフになってるわけなんですけどこれでこの今回摂取制限群はこの CR カロリティックリストリクションの略みたいなんですけど こっちでこの赤い方これが接種制限群でやはりえ死亡率に影響を与えてそうだとえまあまあそんなことが言われててまあ結論部分にはこんな風に書いてあってあそうそうその前にまあこっちですねえ、まあ、あのこの25年実験開始から25年を過ぎた辺たりでどうも やっぱりカロリー制限したら寿命が延びるというのは勘違いではないらしいっていうのがまあはっきりしてくるかなと思うラインがまあ個人的にはここだと思うんですけどえっとカロリー制限した方は25年を過ぎた辺たりでまあ85か,かきずれ85%ぐらい生きてて何もせず食っちゃ寝してた方はくっちゃ寝してた方というかまあ普通に生きてた方は65%ぐらいですかね。 サルな,、まあ、なんでやっぱり人間の実験ではないんであの、まあ、人間にしたら本当に100年単位の実験になっちゃうんでもしかしたら今やってる人いるのかもしれませんけど、まあ、やっぱりこういう動物実験ぐらいのレベルからやっぱりこう人間には同じような結果になるんじゃないのみたいな推察するしかないんですけど結構これって怖いことだなと僕は思っててでしかも結論部分にはこのように書いてあります。 アカゲザルの成熟した個体は実験で示した方法による CR によって老化が遅れて寿命も延びるそしておそらく人間でも同じ結果になると言っててであすいませんあ間違えた。あのさっきのネズミの実験はもう終わっててこのサルの実験は本当にそんなことがあるのかって考えた別の研究所が似たようなことをやっててそっちだとこういう結果にはならなくてでまた議論が白熱して昨年から 昨年その共同研究ずっと対立してた2つの研究こ今回今お見せしている研究になったカロリー制限は寿命に影響を与える,に与えるだろうって言ってる側とそんなことはないんじゃないのって,って実験したら本当に全然結果変わんなかったよっていう論文を発表した側がずっとバチバチしてたんですけど去年あの共同研究っていうこうなんかこうなんか冷戦終結みたいになって同じ見解を。 それぞれが全て持ってる証拠をま持ち寄って、えー、と互いが互いの、まあ、荒探しみたいのをした結果やっぱりあ,の、まあ後からやった方カロリー制限なんか関係ねえよって言ってた側がまあまあ,あのちょっと実験のやり方があのまちまちだったっていうか悪いことしてたわけではないんですけどちょっとその。 研究を手伝っっててくれるる人へのがが行き届いいなかたた部分があるみたいで、まあ、やっぱりまちまちの結果になっちゃって、まあ、自由接種群に関してもカロリー接種と似たようなことが行われてたりとかあの、まあ、まあちょっとまちまちな研究になっちゃってて論文の,その一番大事な結論があの結論として言えないような状態になってるみたいでほんでやっぱりそのこ,こっちの最初に行われた研究の方は今のところ支持されててでそれはその研究は、ね、今も実は続いてます。 継続してますだからこれこここでで終わったんんじゃないんですよこれ今も実は継続されてて今後どうなるかっていうのが実はまあ,あの分からない今のところ分からないっていう状態なんですよねもしかしたらこのあとねこの自由摂取群がこう急激に寿命を延ばすかもしれないんですけど、まあ、まあそんなことはないだろうなっていう感じですよねここまで離れるともうこれは勘違いじゃないだろうなって僕は思いますほいで一番言いたいのが それでもマッチョになりたいガリの方への提案ということでえっとですねえまあ正直僕は今ガリからマッチョを目指すっていう YouTube のこのブログを撮ってるわけなんですけどえだからこういうなんだろうえどう言えばい,いですかねマッチョになりたいんだっていう人にとっての情報源ってどうしてもトレーニングマガジンとかえなんかミスターオリンピア速報とかなんか マッチョの人のやっぱツイッターフォローするとかやっぱそういうのになりがちだと思うんですよ。てかもう今言ったので全部じゃないかぐらいの勢いだと思うんですけどでそういうとこにはやっぱりこのこういうとこの情報って乗らないと僕は思ったんですよね。食べ過ぎて寿命を下げるよってトレーニングマガジンに書いてあったことがあるなんていうのは多分未だかつて一度もないんじゃないかなと思うんです。みんななで食いいいまくっっててマッチョになろうぜっていうそういうぜそ、まあ 啓蒙っていうか、まあ、僕もそう思ってたんであの全然これからもやるんですけどこの今書いてある通りやるんですけどやっぱ雑誌ってフェアじゃないんだなっていうのが分かったんでそれを今ガリで悩んでてトレーニングマガジンを購読してるような自分と同じような情報収集レベルの人にちょっと伝えとこうと思ったんですよねこれを。で読んでみて僕はどう感じたかっていうとここに書いた通りなんですけど。 まあ正直あ、この程度のリスクかと正直僕は思いました、まあ、まだ30歳だからっていうのもあるかもしれません、だから今はとりあえずさっきのネズミでいうところの、うんまあ、A グループ A 目指せるならまあそれでいいやと、運動してるからとりあえず B ではないと、B グループではないと、A グループになる余地は残ってるからとりあえず A 目指すという感じです、だから体の完成をまず目指すと、ほんで、その後ですね。 1>, まあ1年後か10年後か分かりませんけど僕はおそらくマッチョになるまで、えー、今の生活は続くでしょうでその時完成したら体が完成したらですねお達はめっちゃマッチョになったなお前でけえなと俺が道を通ればですね沖縄に住んでる米軍がもうみんなビビって土下座してですねもう吉田さんのお通りですみたいな感じで大名行列みたいな状態がもう通常になったらですよ極力カロリーを抑えた生活をすることで まあ健康寿命および最高寿命を最大化できる可能性があるんじゃないかなと思います。ネズミの実験でいう C.D. のグループに入るんじゃないかなと勝手に思っているところです。で、同じように、えー、みんなもちょっと考えてみてもらいたいんですよね。このえっ、ー、と自分が今言ったのはやっぱ動画なんで全部言うわけにはいかないですよね。やっぱこれは本なんで、うん、何時間もかかる。 けどやっぱり YouTube とかブログとか Twitter じゃ手に入らない情報っていうのはやっぱ本なんですよ。これは多分1000年後も俺変わらないと思う。本読むやつに本や読まないやつは絶対勝てない、うん。絶対勝てない。それはその体「お前まだガリじゃねえか」って言われるかもしれないけど「うん,うん言われるかもしれない」って言われたら言い返せないけどでもやっぱり。 科学的ななももののにに基づいいいてててるるそ,それ以外っっうううはやっぱり信じるに値ししと思うんですよねどうしてもアーノルド・シュワレッツネッカーが言ってたからやっぱりそっちの方が正しいんだよっていう人いるかもしれないですけどあの人はあのなんだっけパンピングアイアンだったかなあの人が主人公のドキュメンタリー映画で自分で言ってましたよアーノルド・シュワレッツネッカーが自分で言ってましたけど僕の時代は筋肉増強剤はサプリメントみたいなもんだったんだって自分で言ってましたからねそう。 誰も分かかんんなかったんですよアナボリックステロイドがその禁止薬物に将来的になるなんていうのは誰も分かんなかったもうめっちゃ効くサプリがなんか出たよお前試したぐらいの勢いで今で言う HMB とかそんな感じなんじゃないかなと思ってるんですけどだからそういう時代の人なんでそれでかくなりますってそれでかくなりますってそうそうそうだから、まあ、とりあえずはあのー、そういうなんだろうメディアに騙されるんではなくて こういうい一時情報に触れていきましょう、まあ、これ自体も2次情報なんですけどこれ自体もそのただいい論文を抜粋してくれてるだけなんで二次情報ですけどこれはただ、あのー、そのどこからその情報を持ってきたかの何て言うんですか,なんて言うんですかあ、参考文献参考文献もきちんと書いてくれてるからほんこ,こいつ言ってること本当かすいません失礼なこと言ってこの人が言ってること本当かとなんか 大丈夫って思った時にやっぱその参考文献も調べられるんで、まあ、あのスマホあるったりパソコン持ってる人は一発で調べられるんで調べて「あ本当だ」と「この人すごいぞ」と「この本すごいと」と、まあ、きっかけをくれたと。と思って僕は非常に今感謝してるんですよこの寺田晋先生に。だから似たようなあことをしたい、まあ、それ言うとちょっと語弊がありますけど。 やっぱりこの本手に取る人ってもう相当末期っていうか <laughs> あのもう筋肉取りつかれてる感じだと思うんでまあ自分の動画からあそういうジャンルの本があるんだとそもそも活字嫌いの人はあ本ってそんないいものなんだって今この動画見て思ってくれたら一番いいかなと思います。というわけで今日はこんぐらいにします。